それがあなたの望みとあらば。世に連なりし者々よ、今こそ天下不武、すべて怪人に帰すべき時ぞ。おー、信長様万歳。おや、こんなところにいたのですか、勝家。光秀様、決起の場に控えることすら許されぬとは信長公もまた随分と大人げない。全ては私の不徳、そう扱われるだけの不敬を犯してしまったがゆえに。分かっているのならばまあいいでしょう。あの方の先兵としてしかと働きなさい。勝家、急ぎ残党処理に回れ。直ちに。かかれ柴田よ、兵糧の手配はどうなっておる。申し訳ありません、未だ手が回らず。ふん、クズが。所詮信長様に謀反を起こすような愚か者、先見の命に期待するだけ無駄であろうよ。次なる戦、お主はおとりを務めるのだ。よいな。は、神輿入道のごとく目立ってみせましょう。ふん、ただのあやかしかぶれが生意気な。いやいや、これがそうでもないのだ。こやつはかつてな、物陰からじっとお市様のお姿を。くっ失礼。まだ果たさねばならぬ用がありますゆえ、私はこれにて。さっさと行くがよいわ。あの瞬く間の先、あれは何事だ。どうにも戦果が伴わないようですね、勝家。まあ、あの者たちの報告を鵜呑みにする気はありませんが。いえ、すべては私の力不足がゆえ。そう思うのであれば、まずは功績をあげなさい。降格のみで済ませてくれた功の恩義に報いるためにもね。は、そのためならば私はガキにもなりましょう。所詮は打てど響かぬ鉄か。まあいいでしょう。今日のところはお休みなさい。仰せのままに。こうして目を閉じれば、嫌がおうにも思い出す。かつての私が犯したマンダラ模様の過ちを。勝家、貴様、しまよったか。信長様に謀反など。それに見慣れぬこの軍勢は。去るお方からの預かり物だ。わかるか、つまり私は選ばれたのだ。魔王、今日がお前の100話目だ。お前を倒し手に入れる王の座を、そしてお市様を。土地狂ったが、勝家。勝家ではない、私は海王だ。誰が認めずとも
これが私の回帰なんだ。マリア、世の爪二つを交わした程度で何を誇るか、カズイ！バカな、こんなはずでは。あれだけいたはずの兵が、もう。わらが群れようと所詮はわらよ。今でも思い出すだけで手足の震えが止まらない。信長様の目をまともに見やることすらかなわない。なんという弱さだ。こんな私がなぜ王など目指そうと考えたのか。もし仮に化粧としての生でも受けられたなら。勝家、すぐに出陣の準備をせよ。竜王と名乗る不届きな蛇を抹殺するのだ。王だと。マリア、私は信長様を討たんとする神王とはあなたか。正解だが、ここは竜王と呼んでもらいたいな。よく来たな、ガスピー。悪いことは言わない。兵を引いた方がいい。信長様に挑んだが最後、現実を知らされるだけだ。あはん、ずいぶんと見くびってくれるじゃねえか。政宗様、今のところ奴に敵意は見当たりません。考えにくいですが、休戦を求めに来た可能性も。勝家、敵将と観覧しろとは命じておらぬぞ。それは名誉だぜ、小十郎。あの時の私も彼のような表情をしていたのか。肌から見ればさぞや滑稽だったろうな。私は彼に。あとは任せたぜ、マグナム。さっ、あんたの本音を聞かせな。遠慮はいらねえぜ。政宗様を信じろ。どんな言葉でも笑いはしねえ。かつての私も王を自称してあの方に戦いを挑んだ。が、この果てが今のてめえ、二軒の霊族ってわけか。
てめえが負けたからだと。政宗様までがそうなると決まったわけじゃねえ。いや、逃れ得ぬ道だ。私がこの手で止めるのだから。すさぶ俺を醜いと思いてえなら思えばいい。だが俺に恥じるところはねえ。てめえは最後にしくじった。要はここからどうするかだ。勝てよ小次郎、俺に言いたいことがあるんだろう。ならば政宗様、この場をしのぎし、その暁に。てめえならば、あるいは、いや、なんでもねえ。見事に這い上がってみせた。俺は敗れた連中全てにそんなチャンスを与えて、竜王の世は理解しただろう。気に入ったならあんたも来な。おめえら小十郎様に失態を見せんじゃねえ。すいません、きっと土下座させてください。伊達氏、あなたが王であるなどと断じて認めない。上等で、その理由は。あれだけの思いをした私を差し置いて、他の誰かが王になるなど受け入れられるものか。頼む、王にならないでくれ。屈した私をこれ以上。おい、さっさと起きな。あんたの目はまだ閉じちゃいねえだろ。なぜ？あ？なぜこんな私を。なぜ？決まってる。あんたが生きてるから、それだけだ。私の禊に付き合う形で信長様に挑むなど。おっと、勘違いすんなよ勝家。俺たちはもともとおっさんをぶっ倒すつもりだったんだ。まあ先に立ち合わせてやるくらいはしてやってもいい。それだけだ。政宗様、魔王の信条、本能寺より火の手が。どうやら先客がいるみたいだぜ。ようやくこの時を迎えられましたねえ、信長公。くせ者が！こっちか！懐かしいな。あの日も私は火攻めを試みた。だが今はあの人は違う。敵は我が目の前にある。サダを出せよ。
次。なぜあなたがここにいるのです？光秀様、あなた様もまた望まれたのかなぜよ、王の私のこれとあなたのそれを一緒にしないでください。光秀勝家、揃いも揃ってうつけた者もの。こりゃおっさん狩りは早い者勝ちだな。分かっている。ここまで来て譲れはしない。せくなよ柴田、お前には政宗様も俺もいる。なんでよりによって明智殿なのだ。信長様をお支えできる数少ない方のはずが。ものにしてはか、ふん、面白し。情けないな。こうして走っているだけでも震えがにじみ出てくる。それが生きてるってことだ。恥じる必要はねえさ。光秀様は賢明なのだ。誰にも遮らせはせぬ。先へ進みたくば、それがしを打ち倒して進むがよい。人よも老けたか。なれば我が時ぞ。平時の任すら務まらぬか。使えぬ傀儡はのたれ死に。あなたは今の私を見てどう思われるだろうか。あの日のような失望だけはもう見たくない。行ってきな、勝家。魔の傀儡を否み、竜の傀儡となり果てたか。いや、魔王、私は勝家だ。誰が認めずとも私は柴田勝家だ。幾年越しの誓願であるか。よい、許す。もはや私はあなたの配下ではない。絶対無二の王に挑むただ一人の男だ。ひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか。残るはものよ、その身ひとつ。なぜ、どうして遮られねばならないのです。あと一歩、あとわずかで私が私になれるのに。運がなかったのさ。いや、これもあんたへの罰かもな。今この時に何を求むる。芋か、王座か。もはやそれらを求める気はない。ただ一つ、先への希望が欲しい。おり、紛れもなく制され、しかして制されざる者、貴様であったか、勝家。私は勝てたのか。信長様を超えたのか。ああ、お前の勝ちだ、勝家。
お前は切り開いた。自分の力で目を見開けたんだ。私は先を手に入れたんだ。ああ、そういうことだ。Here we go! 帰るぜ、勝家。